ーダースーツのことならテイラーグレイス。皆さんこんにちは、テイラーグレイスの東春です。今回は男は一着いいスーツをということでお話ししていこうと思います。まあ、普段からですね、お仕事でスーツをもう毎日でも着ている方だけがオーダースーツを作りに来ているわけではないっていうお話をね、していこうと思うんですけれども、縁がないと思っている人たちも実は多いと思うんですけど、男性こそやっぱり一着だけでもいいからいいスーツを持つべきだと思いますね。はい、そうですね、はい、絶対何かしらで大事な場面っていうのは出てくると思うんですよね。もちろん、身近で言えば結婚式とかっていうのはよくあると思うんですけど、もちろん成人式でも早い時からですとね、来た経験がある方も多いと思います。成人式が終わったら結婚式、そして仕事では着ないにしても、例えば会食とか少しねきちっとした感じの印象で行かないといけない場面っていうのは社会人になってからでもね、いろいろ出てくると思うんですよね。でそういう時にやっぱりただ普通の、ね、カジュアルなものにジャケットを一つ羽織るだけでももちろん良しかもしれないんですけれども、より例えば彼女さんのお父様にいきなり会うことになっちゃったとか、なんかちゃんとした時の一着っていうのはもういい意味で言ったらスーツ以外に何があるっていうぐらいですよね。そうですね、一着スーツ、ちゃんとしたスーツを持っているだけでいざという時にそれさえ着てしまえばなんとかなるんですよ、正直。そうですね、うん、お父さんに会いに行くのに リクルートスーツ黒いリクルートスーツで着ていったらもう大丈夫かって心配されちゃいますからね。それこそもう普段着慣れてない感満載で出ちゃったりとかしてもね、なんかちょっと違うでしょうし、やっぱりここぞという時のちょっと仕様になっちゃうか分かんないですけど、一長羅みたいなものが、一個あるだけですね、やっぱり全然違うと思うので慌てないと思いますし、そういうのね、いざという時にですね。なので、それを、既製品でね、もちろん手に入れてなんとなく体に合ってると思うから着てしまっている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、それはそれで別に悪くはないと思うんですよ。大体の方に合うように作られているのが既製品だと思うので、もちろんそれでも悪くはないとは思うんですけど、よりこう自分の体にちゃんと合ったものを、ね、ちゃんとこだわった自分にちゃんと合うと思われる生地とか生地の柄とか色味とかで作っておけるっていうチャンスをね、オーダースーツ店なら叶えてくれるわけですよ。しかももしかしたらそんなにね、分からないからなかなかこう行きづらいっていう方たちのために、私たちみたいなフィッターというものがちゃんとね相談に乗りながらヒアリングをして、どういう場面で使うものなのかとかですね、いろいろご提案させていただきますので、そこは安心して来てほしいですよね。そうですね、しっかりプロがアドバイスさせていただきますので、はい、本当に初めてオーダースーツ店にね来られる方、最初はすごく緊張すると思うので、もうまず知識が何もないんですけどとか、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけどみたいな、すごい自信なさげに来られる方たちもやっぱり多いんですけど、大体みんなそうなので、もうそこは本当に裸の状態で来ていただいてもですね全然問題ないので、普通に既製品をフィッティングして気に入って買って帰るぐらいの本当軽い気持ちで来てもらっても、本当に優しくそこはね接客させていただきますので、はい、はい、で意外と既製品屋さんに買いに行ってもやっぱりちょっといいのちょっといいのとかなっていくんですよね。ちょっとおしゃれなこっちの方がいいな、気づいたらまあまあするっていうですね、はいはい、結果意外と蓋開けたらオーダーで作れますよっていうのってよくあるので、じゃあやっぱり最初からオーダーでですね、作るっていう選択肢はありだと思います。営業職とかしていてこうスーツを毎日着ているからこそ分かることとか、自分のなんとなくそのスーツを着た自分の姿もイメージできる方とそうでない方っていうのもいるとは思うので、そこもなんていうんですかね、やっぱり合う合わないっていうのはあると思うので、サイズ感も自分で思っているものが実は自分には合ってなかったりすることとかもあったりすると思うからですね、そこはちゃんと試着できるゲージ、仕上がりのイメージもしやすいサンプルもしっかりあるのでですね、そこでかっこよくどん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 こう作っていけますので、安心して来ていただきたいと思います。そして普段は 着ないからこそやっぱりちゃんといいものを作っておくべきだと思うので、やっぱり生地の質ですとか、やっぱりこれだけの
まあ、量ですよね。生地の豊富に選べる量もあるので、限られたものの中からその中での選択肢が狭い中から選ぶっていうよりも、これだけの、ね、たくさんの生地のある中から選べるっていうものもあるのでですね、そこも自信を持ってテーラーブレスとしてはですね、これだけ見せられる生地があるっていうのも強みなので、はい、ぜひちょっと1着ぐらいはいいスーツ持っておきたいなと思ってお店選びをしている方にはですね、そこはぜひ強くおすすめさせていただきたいと思います。普段着ない人がいきなりっていうかスーツをバシッと着たらそりゃかっこいいですよね。普段ちょっとね、カジュアルだけど、そういうピシッと締めるとこはバシッとスリーピースで着たらうおってなりますよ。なります、なります。もうキュンってきますよね。はい、本当にもうまさにお客様とかでもいらっしゃるんですよ。普段は着ないっていう方、もう全然作業服着て仕事してますみたいな、そういう方がですね、ちゃんと仕立て上がったものを着て、いざこう鏡の前に立った自分の姿を見てもやっぱかっこいいと思うはずなので、それは意外とね、第三者からしたらまず、まあ、衝撃を受けるレベルでかっこいい、惚れ惚れする姿だと思うので、ただやっぱ男性はスーツが似合う人はやっぱかっこいいですよ。うん、スーツを着たら何割増しみたいなのありますね。あります、あります。うん、マジック、スーツマジック、はい、しかもそれがちゃんと体にしっかり合ってるサイズ感だからなおさら加点されるわけでですね、それはね、もしかしたらちょっと体に合ってない既製のサイズのバランス感がちょっとおかしいだけで減点になっちゃうわけですからですね。はい、ほんともったいないですよ。同じアイテム一つでも全然見え方は違ってくるっていうのが本当に、そこはね、オーダーの魅力でもあると思うので、自分がいわゆる普通の標準体型と思っている方こそよりプラスに加点されるものってなったら、オーダーってすごいいいですよね。そうですね、うん、ただでさえかっこいい人がよりかっこよくなっちゃうわけですからね。そうですね、で、うん、意外とやっぱり合ってると、既製品合ってると思っても、うん、まあ意外と合ってないっていうのはあるからですね、私たちから見たら、うん、はいはいはい、やっぱちょっとはここシワが出てるなとか、体型補正ここ入れたらもっと綺麗になるのになとかあるんですよね、うんうんうん、でそういうのをうちは綺麗に体型補正も入れるので、うん、もう出来上がりがやっぱり仕上がりもすごい良くて、お客様にもかなり喜んでもらってるんでですね、うん、はい、たまにしか袖をね、手を通さないものほどやっぱ着るときにテンション上がるものでやっぱあってほしいので、そこは一生懸命輝かせるためにですね頑張りますので、私たちも、はい、ぜひちょっと男は1着だけでもってカッコでつけたいぐらいですね。そうですね、あとカッコがいる方とかですね、お子さんのそれこそ入学式とか、うん、そういう場合でもすごい使うので、スーツはですね、はい、ですね、あと七五三とかですね、はい、写真に残っちゃう、ね、そうです、写真に残るときは男大体スーツ着てるじゃないですか、まさにまさに、うん、はい、女性はね、いろいろいろんなの着たりされるんですけど、うん、すね、男の人は基本やっぱスーツが多い、はい、ね、あとあれじゃないですか、やっぱ上下の2ピースのスーツっていうのは既製品でもね、普通にやっぱりなんとなく吊るしでもなんとなく合っちゃうと思うんですけど、3ピースでなんかバシッとしたものを探そうと思ったらちょっと難しい気がしません？そうですね、やっぱり上下がいっぱい売ってるから3ピースで少ないですもんね、うん、そうだと思います。でそれをちゃんとした時の1着だからこそ、やっぱりね、より3ピースで1着持ってた方がですね、使い分けもできると思うので、上下としても使えるし、いざという時には3ピースのベストありの姿でやっぱスーツバシッと着てる人はかっこいいからですね。はい、ぜひおっしゃってする時はおすすめはやっぱ3ピースで作るのがいいと思います。そうですね、スーツはやっぱり3ピースが本当は基本だからですね、うん、はい、でベストがなくなってちょっとカジュアルに着てるっていうだけなので、うん、まあ、最初から作るのは3ピースが、うん、スーツの完成形としてはいいと思うので、うん、後からね、欲しいってなった時に同じ生地もなかったら作れないからですね。そうですね、あとうちはベスト3ピースの方がお得なんでですね、工賃しかいただいてないんですよ、はい、結構他のお店さんってやっぱり生地が高かったら、うん、金額が高かったら、うん、おのずとベスト代も高くなるんですけど、うん、うちは本当にもう工賃だけなので、うん、もうすごいお得だと思いますよ、うん、いい、特にいいもの、いいスーツを欲しいっていう人はめちゃくちゃお得だと思います、うん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 、そうですね、うん、なのでそれでもうセットで作っていただいて、で使い分けるっていう方がですね、うん、絶対おすすめなので、そしていいものをぜひ作っていただければ長く使えると思いますので、ぜひぜひ、ね、下見も大歓迎ですので、はい、で高級ラインもうちはいっぱい揃ってるので、うん、まあ、ミディアムラインだったり、まあ、お手頃なものもすべてうち揃ってるんで、ね、うん、
もうどのですね、まあ、あのご予算もあると思うので、もうその価格帯の中で最高のものをあのご提案できると思ってますんでですね、はい、比嘉さんがしっかりご提案してくれます、はい、頑張ります、はい、なので怖がらずに、はい、しっかりご予算に合ったものをちゃんとご提案させていただきますので、怖がらずにお越しください。はい、ということで今回は男は一着いいスーツをということでお話ししてきましたが、ちょっと熱くなりましたね。はい、ですね。でもそれぐらい本当に大事なことだと思うので、まあ、自分にちゃんと合うスーツ一着も持ってないわっていう方はもう急いで慌てて考えた方がいいと思います。はい、今からだったら、まあ、忘年会ですとか新年会とかにも間に合うので、普段はねもうカジュアルな格好してるけど、ちょっとそういう時こそ張り切って格好つけていったらですね、周りの見る目も変わってくると思うので、ぜひあのまだね一着のスーツを出したことない方、そしてちゃんと体に合うもの持ってない方はもういつでも下見も大歓迎ですので、お問い合わせいただけたらと思います。そして作ってみたくなった方はぜひご予約お待ちしておりますので、ぜひ東名でお待ちしております。東名なんですね。ずうずうしいですね。東名で皆さん、はい、はい、ぜひお待ちしておりますということで、今回は男はぜひ一着いいスーツをということでお届けしました。チャンネル登録そしていいねボタンよろしくお願いします。テーラグレースのひがちゃるでした。このチャンネルを見て少しでもオーダースーツに興味を持ってくださった方がいたら、ぜひ下見も大歓迎ですので、東名でぜひご予約をいただけたらと思います。お待ちしてます。